六復化物を形成する元素六復化用の八面体構造六復化物は化学式が XF6 と表される元素の六復化物の総称である17の元素が安定な六復化物を形成することが知られているこれらのうちの9つは繊維金属元素3つはアクチノイド元素その他5つは非金属元素である多くの六復化物は 低い融点と沸点を持つ分子性化合物である。6復化物のうち S、S、T、W の4つは常温常圧で、気体リ、モーの2つは液体であり、その他は不安定な固体である。P ブロック元素と第6属元素の6復化物は無色、その他は赤色、黄色、茶色、黒色などの有色である。分子構造は8面体系であるが、6復化キセノンは、 分子上を移動する孤立電子体のため、八面体系からわずかに歪んでいる。ゼフロクは、型症では4両体と6両体を含む複雑な混合物になっている。量子化学計算によると、レフロクとラフロクはヤーンペラー効果を受けるとされたが、実験では確かめられなかった。ほとんどの六フッカものは高い反応性を持つが、六フッカイオーはほぼ不活性で無毒である。 そのため、この安定性と、油電特性、高い密度を活かし様々な用途に利用されている。6フッカセレンも SF6 と同じように不活性だが、6フッカテルルは、不安定で有毒であり、1日以内に、水で、下水分解される。これらとは、対照的に金属の6フッカものは腐食性があり、水と激しく反応する。いくつかは、フッ素化剤として有用である。 高い急電子性を持つため、強力な酸化剤として採用する。特に6フッ化キンは、高いイオン化エネルギーを持つ、酸素分子を酸化することに注目され、ほぼ同じイオン化エネルギーを持つキセノンを酸化し、初めての気ガス化合物である、ヘキサフルオロハッキン酸キセノンを合成することに、成功した。金属の6フッ化ものは、高い揮発性のためいくつかの用途がある。 六ッカウランは核燃料を作り出すウラン濃縮に使用される。また、核燃料の再処理にも六ッ火物の揮発性を利用することができる。六ッカタングステンは半導体回路や回路基板を製造する化学定着に使用されている。以下の表は六カ火物の主な化学特性である。ありがとうございます。